皆さんこんにちは、小田雪です。今日はですね、アロマの使い方でやってはいけないことを5つご紹介したいと思います。こういったね、植物から取れるアロマオイル、正しくは精油もしくはエッセンシャルオイルというんですけれども、やっぱり天然のものなので、なんとなく体に優しいとか安心安全っていうイメージを持たれる方も多いんですが、実はですね、植物に含まれるよりも数百倍も香りの成分が高濃度に濃縮されたエッセンスです。ですので、たった一滴であっても非常にパワフルな作用を持つものであったり、天然のものだけに非常にデリケートな性質を持つことから、保管であったり扱い方っていうのはルールがあります。ということで、今回は初心者さんがやりがちなアロマの使い方、やってはダメというものを5つご紹介していきたいと思います。アロマを効果的に安全に取り入れたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。はい、では早速アロマの使い方でやってはいけないこと、まず一つ目は、精油をね、垂らすときにこの瓶を振って出すことです。結構振って出す方って多いんですけれども、なんでね、これがダメかっていうと、まず一つは正確な量を測れないということ。そして二つ目が、こうね、振ることでお肌とか周りにこの精油が飛び散ってしまう危険性があることです。あとはね、やっぱりこういう精油って非常にデリケートな性質を持ちますので、こうね、振ってたびたび出すことで中身がね、空気に触れて酸化が進んでしまうという恐れもあります。ですので、精油を垂らす時にはですね、瓶は振らずにこうゆっくり斜め45度ぐらいに傾けると、自然にこのようにね、精油が落ちてきますので、まず振らないっていうところを心がけていただきたいと思います。そしてアロマの使い方でやってはいけないこと、2つ目はですね、精油を直射日光の当たる場所に保管することです。これ結構ね、やりがちというか、やってる方意外と多いんじゃないかなと思うんですけれども、たびたびお話ししている通り、このね、精油っていうのは非常にデリケートな性質を持ちます。特にですね、光、熱、酸素に弱くて成分が変化してしまったり劣化してしまうというような性質を持ちます。なので、やっぱり日の当たる場所に置いておくとですね、この精油が酸化したり劣化してしまって、それを例えばお肌に使っていくことで肌トラブルの原因になったりですね、あるいはこの精油の酸化っていうのは効能にも影響を与えるんですね。例えば抗菌作用のあるレモングラスという精油ですね、主成分はシトラールという成分なんですけど、このシトラールって非常に光に弱くてですね、光に当たることでシトラールって減少してしまうんですね。なので、レモングラス抗菌にいいからと思って使っていても、そもそもね、そういう光に当たった精油っていうのはその効能が期待できる成分が失われている可能性もありますので、必ずこの精油ですね、直射日光を避けて涼しいところに保管するというのが大事なポイントになります。あともう一つ気をつけていただきたいのが湿気ですね。精油の中にはラベンダーとかベルガモットとか湿気に弱い成分を含むものがあります。で、そういったもの、湿気に触れると酸っぱくなったりとか、ちょっと香りが嫌な香りに変化していったりするので、湿気の多い場所に保管しない、例えばお風呂の近くとかですね。私はアロマを始めたばかりの頃やってしまあったんですけど、ベルガモットのね、精油をお風呂に使いたいと思ってバスルームの近くに置いておいたらですね、結構すぐに香りが変わってしまったっていう苦い経験があります。ですので、精油は直射日光を避けて涼しい冷暗所に保管するというのが大事なポイントになります。はい、続いてアロマの使い方でやってはいけないこと、3つ目はですね、この、精油の原液をですね、お風呂にそのまま垂らすことです。これね、かなり多くの方がやってらっしゃって、私もね、結構ネットとかで見かけると大丈夫かなって不安な気持ちになったりもするんですけれども、そもそもですね、精油っていうのは油っていう文字がつく通り水に溶けない性質を持ちます。ですので、この精油の原液をお風呂の湯船にそのまま垂らすと、水面にですね、精油の原液が浮いてきて、その精油の原液がお肌に直接触れることになります。で、その精油の原液が肌に直接触れるとどうなるかっていうと、
こうね、あの繊維の種類によってはチクチクしたり赤みが出たりとか、あの肌トラブルの原因になることがあります。繊維の成分の中にはそういった赤みであったりとか痒みを引き起こす成分を含むものっていうのも結構多くありますので、お風呂に繊維を使う時にはですね、必ず希釈ですね、こういった植物オイルに希釈したり、あと便利なのがこういうね、無香料のバスオイル、乳化剤ですね、こういったものを使うと、お湯に精油を分散させることができますので、ぜひね、こういう植物油であったり、乳化剤に薄めてからお風呂に入れるっていうところを心がけていただきたいと思います。本当にね、やってらっしゃる方が多くて、私もアロマを始めたばかりの頃はオレンジスイートの精油とかをお風呂にそのまま入れちゃって、私結構肌が弱いタイプなので、もうチクチクして大変な思いをしたことがあります。なのでちょっと面倒ではあるんですけれども、お風呂に精油を垂らすときにはこういう植物油であったり乳化剤に薄めてから入れるっていうことを必ず心がけていただきたいと思います。時々お塩ですね、バスソルト、お塩にこの精油を混ぜて、バスソルトの作り方とかもご紹介されていることがあると思うんですけど、塩だけではね、この精油ってお湯に馴染みませんので、そういうバスソルトを作る時にも植物油や乳化剤を使うというのが大事なポイントになります。続いてアロマの使い方でやってはいけないこと、4つ目はですね、同じ精油を繰り返し使い続けることです。もしかするとお気に入りの精油をそういう化粧水であったりマッサージにずっと同じものを使ってますっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、ちょっと注意してください。理由はですね、大きく2つあって、1つは慣れの問題ですね。やっぱり同じ精油を繰り返し使うと体が慣れてしまって期待する効果が得られにくくなる可能性があるっていうのが1点目と、あと2つ目、これがすごく大事なんですけれども、アレルギーの問題ですね。でこういった精油っていうのは植物が作り出す天然の化学物質がいくつも集まってできたものなんですね。ですので人によっては稀にそういった精油成分にアレルギー反応を示すことがあります。よく食べ物とかでもなんか大好きで食べ過ぎてアレルギーになってしまったっていうお話、聞かれたことがあるかもしれません。でそれと同じように精油も同じものを過度に使い続けることでそういったアレルギーを引き起こしてしまうリスクがあります。なので同じアロマを長期間使わないっていうのもアロマを効果的に楽しむ上で、非常に重要なポイントになります。で具体的にはですね、2、3週間経ったら1週間はお休みするとか、別の精油ブレンドに変えるっていうことを心がけていただきたいと思います。ね、お休み期間を設けるっていうのが大事なところになります。あとですね、精油の品質も重要で、やっぱり酸化した精油っていうのはその肌への刺激危険性っていうのはぐっと増します。こう酸化しやすいもの、柑橘系とか針葉樹の精油って酸化したものはアレルゲンになりやすいっていう風に言われているんですけれども、なので大前提としてはやはり高品質で新鮮な精油を使っていくっていうことが非常に大事なポイントになります。やっぱりね、敏感肌であったりアレルギー体質の方っていうのはこういった精油の使用っていうのはより慎重にしていただきたいと思います。で精油のアレルギーってね、そんなに頻繁に起こることではないんですけれども、やっぱり大事なのは精油の品質ということで、やっぱり精油に対するアレルギー反応のいくつかっていうのはその精油そのものによる反応ではなくって、その精油の中に残ってしまっている農薬であったり不純物ですね、残念なことに精油って結構木は混ぜ物があったりしますので、そういったものが悪さしてるっていう風にも言われてます。ですのでやはりアロマテラピーとして取り入れる場合ですね、精油を取り入れる場合は精油の品質っていうのはもう何よりも一番大事にしていただきたいと思います。そして最後、アロマの使い方でやってはいけないこと、5つ目はですね、素人判断で精油を飲むことです。これね、最近では飲めるアロマといって精油飲んでみてみたいなね、勧められた経験お持ちの方もいらっしゃると思います。
このね、精油の引用っていうのは非常にリスクの高い行為です。で、私が勉強したフランス式のアロマテラピー、人によってはメディカルアロマテラピーというふうにも言う方いらっしゃるんですけど、フランス式では精油を引用するっていう使い方もあるにはあるんですけれども、これはね、もう決して一般的な方法ではないんですね。なんか天然だから飲めるとか、食品添加物だから飲めるっていうイメージをお持ちの方も多いと思うんですが、まあ、それはね、本当に危険で、やっぱり精油の種類によっては毒性が強いものであったり、やっぱり精油の精油を飲むことでお口の中の粘膜であったり消化管にダメージを与えたりとか、あるいは間違った引用によって大事なね、内臓、肝臓であったり腎臓にダメージを与えてしまったっていうね、そういったトラブルも起こっています。で、やっぱり精油を飲むとなんかすごく一番効果が期待できるんじゃないかって思われがちなんですけど、そうではないんですよね。やっぱりその用途によっては膀胱浴の方がいい場合であったり、肌に塗布する方がいい場合であったりとか、必ずしも精油を飲むことが効果的っていうわけではないんですね。ですので自分の判断で精油をね、気軽に飲むっていう行為は絶対やめていただきたいと思います。で、精油をやっぱり引用で使いたいっていう場合はですね、その体の仕組みであったり、その精油の科学的、薬理学的な知識をしっかりと備えた上でやっていただきたいなって、これはね、私が本当に常々思っていることになります。ですので、こうね、自分の判断で精油を飲んでいらっしゃる方、今一度、何のために精油を飲むのか、あと精油を飲むことが今のご自身にとってベストな方法なのか、そういったことも含めてね、今一度慎重に考えてみていただきたいと思います。やっぱりね、良くなるために使っていく精油です。どなたにもやっぱり正しい知識のもとで安全に楽しんでいただきたいと思います。はい、ということで今日はアロマの使い方でやってはいけないこと5つをご紹介していきました。皆さんいかがでしたか？あ、これ私やっちゃってるっていうのもね、あったかもしれません。で、私自身もね、最初はね、よくわからず使ってた精油なんですけれども、やはりね、正しく使っていくことでその狙った効果が得られたり、安全に心地よく楽しむことができます。基本的なルールを守って、アロマテラピーをこれからも楽しんでいきましょう。はい、ということで今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画が少しでも参考になりましたら、ぜひグッドボタンやチャンネル登録いただけると嬉しいです。また皆さんからのコメントもお待ちしています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。